な連敗、ハムファン解散。うーん、この典型的弱いチーム、7月5、1位を、7月6、3、4、8回に逆転される、7月8、2、3、7回に逆転される、7月9、2、3、8回に逆転される、7月11、2、3、5回に逆転される、7月12、3、4、8回に逆転される、7月13、2、3、9回に逆転される。わざと負けてるだろこれ。やばいな。さすがに辛いね。完全に青鳥レベルの内容。すまん、9回の攻撃あるじゃん。あれ何？柱でホームラン打たれすぎ弱すぎ。あの日から見ててマジで辛いわ。死にに行く走塁定期。同点狙いのバントサインが出てあそこでギャンブルタッチアップ仕掛けたいそば立ってもはや首脳陣に反抗してるだろ。ほんまに二度と一軍の試合で見たくないわ。さすがにここから再開落ちたら新庄やめるべき。9回だけじゃなくて何も意図を感じない。野村がセカンドゴロ新塁打狙いのバッティングしてるのとかもそう。頭が悪すぎる。投手陣はそこそこ頑張ってるんだよな。点取れずにここぞの場面でつくやらかしてく野手陣が本当ひどい。交流戦明け仕込んで1回しか勝ってなくね。弱すぎるでしょうが。あとは毎回チャンス作るのに内野ゴロとかでしょっぱい1点しか取れないのもどうにかしてくれ。まず今日の岸からソロ含む2点しか取れてない時点でヤバいから。正直今日は清宮もひどかったわ。今後10年は D クラスやわ。いろいろ腐ってるよこのチーム。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。